6月29日火曜日の山陽新聞ニュースです。1945年の岡山空襲から76年となった29日岡山市戦没者追悼式が市役所内で営まれました。新型コロナウイルスの感染予防のため去年に続き式典規模を大幅に縮小し遺族ら27人は犠牲者の霊を慰め、 戦争の悲惨さを後世に伝えることを誓いました。大森、正雄市長らが空襲によって亡くなった1466人の名簿を祭壇に奉納し、参列者は1分間の黙祷を捧げました。玉野市は29日、渋川海水浴場の今年夏の開設を中止すると発表しました。新型コロナウイルス感染拡大防止のためで、 解説中止は2年連続となります。会見で黒田、進市長は、緊急事態宣言は解除されたものの、県内に外出自粛が呼びかけられている状況などを、踏まえ、中止の判断をしたと、説明しました。岡山をイメージした、フローズンドリンク、フラペチーノの販売が30日、コーヒーチェーン店、スターバックスの県内にある17すべての店で、 始まります。桃や柑橘類を使った果物王国らしいフルーティーな味わいが特徴で太陽のように明るく色鮮やかな見た目で晴れの国を表現しています。この商品岡山で例フルーツサンシャインフラペチーノは8月3日まで販売されます。続いて天気予報です。6月30日は 岡山県南部、北部ともに曇り、ところにより、夕方から雨で、雷を伴うでしょう。岡山県南部の最低気温は21度、最高気温は30度でしょう。岡山県北部の最低気温は19度、最高気温は29度でしょう。降水確率は、岡山県南部、午前0%、午後20%、岡山県北部、午前10%、 午後30%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。